はい皆さんこんにちは松本た美です今日はですね腰痛予防の介護術っていうお話をしようと思います、えー、このチャンネルではですね、えー、介護現場で役立つ情報をたくさんお伝えしていますので介護現場はですね非常に腰痛持ちが多いなんて言われますけれども、えー、実はですね あのやはり無理な姿勢で介護をしていたり力任せの介護をしていたりすると、えー、どうしても腰痛っていうのは起きてしまいます。このチャンネルででもも紹介してきたんですけども 本人さんの力を大切にする介護をしていくとですね、えー、腰痛っていうのはですね、えー、限りなくゼロに近づけていけるんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、今日はですね、職員さんがご自分の体を守るポイントっていうのもお伝えしようと思いますね。えー、介護現場でですね、どうしても腰痛が多くなる一つにですね、下での作業っていうのがあるんですね。えー、どうしても えー、低いい位置でのの作業っていうのがたくさんあります、はいえー、高齢者の方っていうのは割と小柄であったりとか車椅子の方もおられますので、えー、その方にはですねやはり介護するものが立った状態で介護していたりするとうつむいてしまってですね うつむいた状態で腰に負担がくるっていうことがありますので、えー、割とですねこう床面にちゃんと体がスッとね降りるまあこういう屈伸の動作ね、えー、片膝立ちの動作なんかがサッとできると割と腰って守れるんですね。はい、でこれを怠ってしまう膝 つくのがめんどくさいなんていうことで立ったまま作業したりしようとすると余計腰に負担がきますのでサッ、えー、とね、えー、こういう腰が曲げれる膝がつけるっていう、えー、柔らかさ腰周りの筋肉の柔らかさ、えー、股関節の柔らかさ えー、その辺りは非常に介護では大事になってきますですので体操もしていただきたいんですね股関節を和らげる体操、あのー、思い起こしていただいたらねイチロー選手は必ず、えー、打席に入る前にですねこの股関節のまたわりをやってたんですね、はい、体の中心である股関節、ねえー、ここを柔らかく保つっていうことがう、まあ、運動をねスムーズに行う ポイントであるっていうことの証しではないかなと私は思うんですね、まあ、一路選手ほどですね、えー、ガッと開かなくてもいいですので例えば椅子に座ってですね少し股を開いて、えー、そこをねじんわり開いていく、ねえー、肩を落としながらこう体をね少しねじりながらやると、えー、股関節をですねじわじわと 柔、えー、らげる柔軟体操になりますので、えー、お仕事に入る前にあるいはお仕事のね合間などにこういうストレッチをされるといいんじゃないかなと思いますねで。で腰痛持ちの方はですね骨盤がね前傾していたり後傾していたりというこういうアンバランスが起きているということでよく言われますねはいえー骨盤はですねまあ後傾しても前傾してもですねま腰椎に負担が来てしまいますので。 骨盤を、まあ、ニュートラルの位置に保つっていうことができたらいいんですけれどもだいたいですね、あのー、姿勢が悪かったりとか。 まあ筋肉のアンバランスなんかがあってですねどっちかにこう骨盤って傾いてしまいやすいんですね例えば骨盤のですね、えー、前を引っ張っていくのが、ね、大腿四頭筋という筋肉になりますし後ろ側を引っ張ってるの前、えー、ハムストリングスという筋肉になります、はいえー、これらの筋肉がですねまあ緊張して硬くなったりするとグッとですね骨盤をそちら側に引っ張ってしまうっていうことが起きるんですね。はい ですので、えーまあ、この特に骨盤を引っ張る大きな筋肉大腿四頭筋ハムストリングスという筋肉を和らげるっていうことをねあのしていただけるといいなと思いますね。股関節を柔らかかくくすす。るね、えー、ストレッチなんんもたくさん出ていますこれは一例ですけれども、えー、足首をつかんでですねグーッと自分の後ろの方にね、えー、引っ張るとですねこれ大腿四頭筋というですね 腿の前側の筋肉がしっかり伸びていきますはい、えー。あるいはハムストリングスだと、えー、膝をまっすぐ伸ばした状態で自分がうつむいてですね体操するとハムストリングスがあ柔軟体操ハムストリングスが伸ばされますねはい。このようにしてですね、えー、股関節周りを柔らかく保つっていうのは非常に腰痛予防に良いですのでぜひ参考にされてみてください もう一つはですね、あのー、まあ、介護職さんとは言わずですけれども、えー、誰もがですね、ちょっとこの腹筋の使い方がすごいね、あのー、下手くそな方が多いんですね。はい、腹筋は見てください。えー、特にこの腹直筋は有名ですけれども。 腹直筋だけじゃなくてですね、えー、腹斜筋とか腹横筋とかですね、えー、実はお腹、腰回りをぐっと包んでくれている筋肉があるんですねこれ見たら何に見えますか、えー、コルセットのようですねはい実はですね腹筋は天然のコルセットと呼ばれてるんですね。 はいよくぎゅーっとコルセットを巻いて仕事されている方はおられますけれどもあれも良し悪しでですね実はそれによってですね腹筋の力が使えてないっていうことになってしまってませんかということなんですねまずですねそのコルセットに頼る前に自分の天然のコルセットである腹筋がちゃんとぐっとね、えー、必要な時に収縮するかどうかっていうのも意識していただけるといいかなと思います特に女性に多いんですけど腹筋をぐっとねいきます しようとするとですね、もう呼吸と連動しますね。息をぐーっと止めた時だけ腹筋が効いている。息が吸い込まれると腹筋も。 ふわっと緩んでしまうっていう方が非常に多いです。はい。えー、腹筋はですね、実は呼吸と連動せずに収縮できます。はい。えー、いくら喋ってても、作業をしてても、必要な時にぐっと腹筋が効くっていう状態をですね、ちょっとトレーニングされるといいと思うんですね。ぐっとね、まあ、例えば叩いて、えー、少し硬くなっている状態を持続するね。 えー、持続性の収縮っていいますけども叩きながらですね、えー、腹筋が硬い状態を維持するっていう練習をするあるいはあ少し解除中にですねグッ、えー、とね必要な時に腹筋が収縮するっていうのを意識されて、えー、解除されるとですねこれも非常に腰痛予防に効果的です。 天然のコルセットを使いましょうということですね、はい、今日ですねお伝えしたのは職員さんのご自身の体をね守るためにやっていただきたい腰痛予防として、えー、股関節周りのストレッチそれと腹筋の使い方についてお伝えしました是非参考にしてみてくださいありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたしますさようなら